もありなんですよ。何でもありなんですよ。何でもあり。あのさ、絶対にさ、俺以外の人待ってるじゃん。いや、そんなことないよ。どういうこと？いやいや、俺見てよ、これ読めないの、これ漢字。漢字ちょっとこのちょっとわかんない。そう、読んだじゃん。そいつ呼ぼうよ。まだね、時間はあるんで。そうなんだ。まだ時間はあるんでね。そういうことね。あ、目玉商品なのね。国人さんすごい一生懸命喋ってますけど、このあのコメント見る用のパソコンで顔とタスクバー被ってますから、ね。ずーっと顔とバー被ってますよ、これ。みんな見えないから。あんまり映ってないんだよね。無職みたいになってたもんね、こうやってね。そうかね、でもすみません、はい、あ、受けた出してくれた、どうですかね。見てますね、あれマジか。なんかね、俺でもね、あの別に上がってくれてもいいけど、その後の処理は本当テクサに全部任せるからね。違う俺が飯田のツイッターに言ってね、そうそう、俺マジで、俺本当にこれ台本でも何でもないから、加藤純一の責任しないでくださいね。テクサの飯田くんのツイッターに皆さん悪口を本当に書き込んでくださいね。リアルエモンの皆さん、そして放送見てるエモンの皆さん、そして高田圭史の人、全てここだけの話ということで、ここだけの、ね、僕の話じゃないですからね。もう別々のという、はい、もう全然それだったら最後をにひ、まあ、残さないと。実際嫌なんですか？大丈夫ですか？別に嫌じゃないけど、はい、なんかその俺彼が精神的に耐えられない、はい、だっていや今はっきり言って、じゃあ日本で一番うちの視聴者尖ってるし人多いから、あ、そうだね、あの自殺しないんだったらいいよっていう。あ、なるほど。自殺するかもしれないっていう。いや多分大丈夫でしょ。彼ははっきり言って、じゃあ黒人さんとか石川は俺の視聴者がなんだかんだで、はい、あれしてるから大丈夫だって。本当ですか？で俺がさんざん黒人さんのこと言ってるから。そう、ありがとう。いつも大好き。そうさあ、よろしくお願いします。ちょ、マイクもう一個あるんですか？あ、ありました。一応言いたい放題やって、ほんとさっさと呼べよ、ほんと。ちょ、一応僕、鑑賞台でここにいた方がいいですよね、僕。隣にしない方がいい。まあ、どっちでも。いや、どっちでもいいですよ。一応僕ここにいますね、じゃあ。それ行くよ。ずっと叫んじゃん。違う、喋っても、違う、俺ね、分かりやすい人間で、本当にね、興味がある人しか本当に興味持たないの。ニコラスとかのそうじゃん。そうだね、そうなっちゃうの。だから下手くそなんだよ、MC が。いや、関係ないよね、関係あるだろ、そんなの。そこがダメなとこでしょ。ノリちゃん、頑張れ。3人で俺を見ないで。助けて。俺の責任かもしれないけども。じゃあ、一個一個整理してください。一個一個。何があったんですか？まずそれだけ。俺もね、いまいちそこは詳しくわかんないんで。何があった？最初何があった？去年、一昨年だっけ？一昨年、去年。加藤さん圭史さんみたいな感じでチャンネルやってたんですよ。それがなんか、そう、仲良かったんですよね。そう。で、なんか喧嘩しちゃって、その後、その、じゃあ別々にやりましょうっていうだけですよ。でもそっから全く絶縁ですか？はい。裏では、それ実は仲いい飯食ったりとか。一切ないよ。一切ないです。僕、興味なくなると本当にゼロになっちゃうんですよ。その時に本当にムカついて嫌いになったんですか？嫌いっていうか、なんか悲しくてなんか別れたみたいな。悲しいっつうけどさ、こういうのやってるじゃん。今、うんこちゃんが。バーグリしてたりしたよ。許せる？まあでも、そういうことですよ。もう完全あれだよ。損してるよ、今。やばいよ。いいよ、いいよ。俺、損するって言ってるから。うんこちゃん、映る方うまいわ。僕はだって、そんな。マジうまい。僕はだって、もう、日本国民皆さんの仲間ですから、本当に。最低さな、日本国民じゃない。皆さんの、本当に。俺、国民じゃねえみたいじゃないか。幕張メッセの皆さんの味方ですよ、僕は。まあ言うと、まあ、人間的にちょっときついなと。ならない部分があったのかなと。そうそう。まあ放送したり、お仕事したりして。あ、俺が、まあ、お互いがちょっと馬合わない部分があった。高田さんの方は言い分あるんですよ、聞きたいですよ。言い分あるけど、石川がタジタジなのかもちろん。いや、ちょっとね、あんまりこんな姿で成立させないといけないからね、石川のね。じゃあ、あれ、ケンちゃんが上がった瞬間にね、うんこちゃんの顔がね、なんかだいぶ変わったんですよ、ね。喋りたくない、やっぱ喋りたくない。急に映ってるよ、画面に、カメラに。どんな顔していればいいか分かんないんだよね。じゃあ、親が見てんだよ、今日、この晴れ舞台を。純ちゃんが小池百合子とどっちと喋るからっつって、直子が来てんの、今ここに。なんで親と俺が映ったらダメなんだよ。俺が映ってもいいんだろ、モコと高田は NG って言われてんだから。なんかね、いいんだろ、俺が名前で。モコはいいんだろ、あいつも物大事にしないから。なんか急になんか借金2000万ぐらい背負った顔になってそうだね、めちゃくちゃテンション下がっちゃったもんね。そうなんですよ、はい、いや、だおかしいんだって。だってあのね、はい、俺はもうずっと別に出てもいいし、一緒に大丈夫。そう、まあ、それはでもお互い言ってるよね。俺も言ってもいいよ。言ってるけど逃げの姿勢がまた、もともと自分の遅い人呼ばないじゃん、うん、俺はそうやってるもん。お仕事だったり、お祭りの場だったら別に問題ないよって、うん、だから、まあ、ケンシのこともケアしてたわけよ。やっぱ今コメントもすごいじゃん、元気が良くてさ、うんこちゃんのこと。うちの視聴者今ほんとやばいよね。犯罪者だよね、みんな犯罪者だよね、ほんとに。バカブードのやりみたいに仮死者じゃないかと。ね、仮死者中だよね、今みんなね。
いやーもう本当にね、やっとだよ、こうやって喋れんのも。うん、あ、喋りたかったんだ、ちょっと。いや、言いたいことが散々あるけど、言うじゃ、俺はだって何もないもん、俺は。じゃないんでしょ、俺何もない、何もない。じゃあ、一個言うけど、言われて困ることはないの、俺に。何もない。何もないんだったら、なんでずっと避けてる感じだったの、まず。避けてるっていうか、別に俺はね、ニコラジ。それはケイちゃん気づこうよ。人として嫌いなんだ。違う。違う、単純に、いや、ニコラジにも出ないよ。だから、出てねえだけじゃん。ビジネスだったらいいわけよ。そうそうそう、番組だったらちゃんやめたね。それは気づこ。だってケイちゃん言ってたじゃん。実際嫌いだと。いや嫌いじゃないよ、本当に。悲しいだ、悲しいだけ。そうそう、なんかいろいろあったから、しかもさ、あんまりそういう部分って見せたくないじゃん。まあそうだよね。なんか生主さんとかは結構さ、ドロドロしたところ見せるけど、離婚したとかさ、俺そういうのあんま見せたくないの。一人だけだろ、それ。いや自分もすぐだろ。いや違う、やめとけ、やめとけ。いやじゃあ、なんかしょうがないよ。それはちょっとあれじゃん。でもう二つ目で言いたいこと。いやいろいろあるよ本当に。だ一個全部言った。全部言った。さっきね石川も聞いてたんだけど、はい、くっちゃべはイベント、くっちゃべイベントはね、本当にね、はい、世の中のみんな多分面白くないと思ってるはずなんだけども、くっちゃべですか？そう。くっちゃべは面白くなかったんですか？まあそういう評価が多かったですね。じゃあ俺知らないんですよ、見てないんで。だってさ、そんなこと言っても自分の放送が余計面白くねえじゃんな。そんなの人来てんじゃん。俺だって言われてるんだよ。あいつは聞けよ、ニコニコ上聞けよ。俺この前 YouTube の未来1万人集めたんだぞ俺は。あ、すごい。加藤純1万人って言われてんだぞ今。そうなんだ、すごい。それは素晴らしい。お前そんなやつをよ、ダメだよ、そんなこと言ったら。そんな加藤純1より先にモコの方が先1万人になってます。ね、モコは2万人だからね。そうなんだ。ちょっと言いたいことってさ、何くっちゃべがつまんないっていう言いことなの？いや、別に。2人の確執じゃないの？違うの？ずっとね、一緒にやってる時からそうだったんだけど、その、場数を踏めば上手くなるという謎の理論。あ、加藤純一がそうって。俺それ今でも思うけど。上達したと思ってる人、この中にいるの？あ、どうなんでしょう？皆さんコメントで。それね、俺本気で聞きたい。そうですね。うわ、上手くなってるよ。当たり前じゃんって。慣れては来てると思うけど、面白くないじゃん。もっとね、いや、これは、もう、一視聴者側の視点でじゃあ、言わせてもらうけど、もっと面白かったじゃん。昔。これは分かんない。まあ、みんなの意見もあると思うけど、まあ、もっと切れてたと思うのよ。まあ、それ多分全配信者に共通していることだね。まあまあ、言えると思う。でもルールが。より、なんていうの？どっちかっていうと、俺は加藤純一はこっち側だと思うのね。さっき違うって言ってたけど、汚い側ね。なるほど、ね。それを無理やり、綺麗な方向に持っていこうとして、見え方が、なんかもう気持ち悪い。じゃあ分かりました。僕がここで論破します。はい、頭の悪い人はよくそういう風に、小難しく考えるんですけど、あの主観ってあるじゃないですか、面白い、ね、楽しい、はい、気持ちいい、まあ、こういう主観的データを他人と共有するときに一番用いて必要なものっていうのは数字なんですよ、はい、本当にくだらないバカの主観より世の中みんなの数字、これが本当に真理なんですね。例えばテレビで視聴率取ってる番組と視聴率取ってない番組があって、どっちが面白いですかって言われたときに数字取ってる人が一番面白いんです。これはドワンゴの社員も分かってます。なので僕の出番が今夜増えて高田君はニコラジにも呼ばれてないんです。それが事実なんです。どうでしょうか国民の皆さん。めっちゃ聞こえたやん。夏のたけしとほとんど同じこと言ってるから、はい、ねえ今日後で夏のとも会うからバッチリ解くから呼び捨てで言ってんの。めっちゃ聞くやん。まあでも言ったこと確かにそうだね。そうなんですよ。企業さんとか数字しか見ない部分あるからね。そうなんです、はい、それに対して高田健司は簡単だ。高田健司ケースとか絡んでもメリットがないんだよ。ええ嘘。そういや俺を見ないで。そうだからなんで国民さんってメリットない。いや国民さんなんかあるから、ね、あると思うよ、あると思う。俺はあるよ。純ちゃんが1000なら健司は5ぐらいだ。 5なの俺。1000と5なの。だから圭司は500いければ、あれじゃん、まあ膨れ上がるじゃん。5なの俺。戦後になるだけだもんね。戦と5。戦後だ。戦後メリットで付き合ってんの人と。違うでしょ。でもやっぱビジネス絡めたらメリットじゃないですか。あ、まあ確かに。ビジネス面は確かにメリットとかデメリットも考えるし、頭も切れると思うんだけど、でも根はやっぱり配信者だから、そういうこと一切抜きにして、ギャラとかも抜きにして、楽しいことは出るっていうスタンスは、いまだに持ってんの。やるやる。じゃなかったら多分ここにいないし。しかもニコラジも出てねえ人だって、俺と絡んでもね、何も、ある意味ないわけだから、楽しいことだけしたいっていうのは確かにあるよ。それは全然ある。あるよね、ずっとね。全然ある、全然ある。多分そこで楽しいことをしたいと思ったときに、多分そこがちょっとうまく合わない部分もあったんじゃない？ビジネスだけじゃなくて。悲しいだけじゃなくて、使えないっていう言葉もフレーズもあった。使えないっていう言葉もあるよね。あった。あった。ちょっと、それはだってしょうがないよ。ちょっと俺、高田圭司をフォローすると、俺、この後のニコ生も怖いんだ。なんで？
そういうこと。高田君。そういうこと、ね。みんなこっち側の人なのね。まだあったでしょ。まだいっぱいあるんでしょ。言いたいこと。まだいっぱいあるでしょ。くっちゃべ。でその次は。あ、じゃあもうこれ一個聞きたい。はい、こうやってね、タレント業としてやっていくわけじゃないですか。はい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 。今後もタレントとしてやっていくわけじゃないですか、うんうん、でもこの方昔ヤクザとの交友関係をあの放送で言ってたんですよ。俺が、うん、あのヤクザの事務所にハイヒールの裏で重厚な穴開けに行くって言ってたの知ってる人ほらいるでしょ。 あのねこの人ヤクザと関わったことを放送で自分の口で言ってるんですあれこれでいいですか。本当か嘘か分かんない話なんだから。でもこの人は口で自分で言ってだからこの人は今から冗談って言うしかない。論破させてもらいます。冗談って言うしかない。僕は雑談をするときにやっぱみんなが聞いて楽しい放送がいいと思ってるんですよ。こうやって言うしかないんですよ。いやでもそうだもん。あ、じゃあ分かりました、今月僕が自分のお金40万円を使って更新所に頼んで僕がヤクザと合裁してるかどうかを確かめる企画をやります。それで白だったら高田君に責任を取ってもらいます。それでいいでしょうか。いや、あなたは自分の口で放送で言ってたんですよ、はい、責任も何もない。僕はじゃあその第三者公的機関を使って更新所40万払って僕がヤクザと公開ね交際があるかどうかをちゃんとやります。してないじゃあ一個確認して。してないって言葉で言っても伝わんないじゃんね。冗談だったってこと。冗談です。冗談でインスタイル配信者は結構あるからね、まあまあ、冗談とかねごりはごりこうちょっと持ってねってその瞬間面白くなったらそうだよ、まあ、こんなこと言ったら冷めちゃうかもしれないけどいろんな話があるんですよ。じゃあこの後何も黒の、ね、あの要は他からも全く何も出てこない。何もない。わかりました。なりちゃんの森戸もあれじゃ冗談だ。じゃあ俺が負けでいいです。森戸あれ冗談だ。本気だよ。あれふすまであったから助かったんだよ。あれ横に柱あったからね。あれは本気だ。場合によってはもう大変なことになったよ。警察がいっぱい来たんだ。そんなだってさそんなみんなさ冗談って分かってるからこういうとこ出てきてるわけじゃん。そういうことだね。そうそうそう、うん、ドワンゴから NG 食らうだろ。お前小池百合子と今日会うんだぞ俺。皆さん金でも大事に言ってたんじゃん。本気だったらチャンネル消えますから余裕で消えるバカ。一回消えたからね。消える一回消えた。これが本当なんですよ。どういう2年間出れなかったんだから。一回消えたからね本当に。これが本当ですか。もう絶対消えちゃうね。消えちゃう。じゃあ役がないってことだね。ないってことよ。なかったらしい。なかったね。さっき高田のターンです。高田のターン。あ俺のターン。いっぱいあるって言ったから何にも用意してなかったな。もうないですか。もう大丈夫。もう大丈夫。月に1回ぐらい悪口言っちゃう。うん、そう、言っちゃう。それ何を言ってんのその悪口を。言っちゃうんだけど。なんでそんな悪口。だからね、あれなんだよ。なんかネチネチしてんだよ。なんかさ、元からのことも忘れられねえとか言うじゃん。俺だってもう女に振られたら次の女すぐ行っちゃうタイプだから、うん、あなるほど。その別れてから1回こだわらない。考えたことなかったの本当に。引きずるタイプ。俺はね、あの3年は引きずります。うわ女性も。俺全然引きずんないからさ。なるほどね。3年は引きずる。じゃあ引きずってんだ。カドケン TV のこと。ちょっと好きなんでしょでもやっぱ。カドケン TV 引きずってんだ。またやりたいんだ一緒に。やっぱりこう。でも僕は一緒にやりたくないです。一緒にはだけど。僕はあの一緒にやりたくないだけど。やりません一緒に。完全にシャッターされたよ。僕は一緒にやりたくない。あれですけども。まあ、心のどっかでもしかしたら、はい、あんのかもしれない。何がなんかちょっとどっかでねやっぱこう疎遠になっていって引きずるものがあると、はい、だからそれがやっぱ悪口になって出ちゃうと、うん、それを素直に吐露すると恥ずかしいし。じゃあなんかそれもさ、うん、ニコ生とかでさ大勢の前でやればいいじゃん、うん、そんでなんかさ、うん、ツイキャスとかで人少ないところでやってさ、うん、警察通報されてさ俺わざわざ警察官行ったんだよ。あれはねあれ本当に申し訳ない。こいつのなんかユーザーかなんかがさ通報して本当に悪い。俺マジで面倒くさかったんだから。あれはね、あれは謝る。本当に申し訳ない、うん、ごめん。なかったんだ。俺思い出した警察で。なんかこの前なんかちょっと一緒に喋ってたんですよツイキャスで。僕のツイキャスでなんか中華料理屋かなんかで、うんうん、で純ちゃんのところに変ななんか突者が配信者突者が行ったっつって、でそれ石川のところにも来るからなとか言ったの。3日後ぐらいにあいつ俺んち来てさ、マジでピンポンダッシュして行って、うん、俺駅まで 1.2 キロ全力でダッシュしたんだよ俺。上半身T シャツしたスウェットで捕まえて。やべえやついるんだな。そうなんだ。あなたのせいだから。俺なんで来たのって言ったら加藤純一に言われたからって言ったよ。やばい。なんかどうした方がいいよ。こいつどうしてくれ。じゃあやっぱ一人見つけるのが一番じゃん。俺言ったんだよ放送で、うん、石川がやべえ今一番やべえらしいよあいつ行けよって俺が言ったので来たからやばい。それで説教して返した。じゃあだからやばいやばい。桃鉄みたいな貧乏そう忘れつけたの。一回だけじゃなくてずっと来るから俺こっそりリスナーに警備員雇って俺の車の中で一日中寝かせて来たらそいつ捕まえろって雇ったんだから俺玄関の前でやべえめっちゃ来るから本当にやってんじゃん同じようなこと。高田圭司のとこ行くなよ本当に。やばいやばい。俺らも全然やばくない俺。次は黒人さんあたりに。じゃあやめてよ。絶対読み入るから。確かにそれやめましょう。それやめましょう。本当に離婚になっちゃう。そういう時読み使うのやめた方がいい。あ、そうか結婚してるのか。そうだ。愛知県では結婚してる。ばっか言ってんの。やめろ。バラすな。東京来るぞ。そう。じゃあなるこの二人の問題は、はい、まあお互いの放送でどうこうはないけど、うん、
まあ、せっかくだからもっとなんかいないの、うん、誰かみどりさんとかいないの。あ、みどりさんじゃ呼ぼうよ。みどりさん呼ぼうよ。いるでしょ。どかされたか。みどりさん来てよ。いや俺ね、でも戻んないとダメなんだよ。半までに戻ってきて。来てくださいよ、うん、誰か配信者の人とかね、手挙げていただいてね。なんかもうだって時間いっぱいでしょ。なんか野田のね、誰かいるの羽があまりにもなかったみたいで10分押しもう野田があまりにもなんか調子悪かったみたいで、スタートでもコメント流れてたけどね、超願いし、そうそう、加藤純一さんちょっと10分お客様早めてでしたけどね、スタートのところね、来たわけですよ。私戻りますよ。うん、ありがとうね。出番なんだ。俺半までにね戻ってきてくれって言われてて、あ、そうなんだ。結構過ぎちゃってる。はい、ケイシありがとうございます。はいはい、じゃあ、ありがとうございます。またじゃあこの後出ますんで、はいはい、ありがとうございます。じゃあ黒人様引き続き、あ、僕もいるんですか。え、なんかプロデューサーっぽい人なんかね、なんかいるとなんかちょっと真ん中にいると関節みたいな感じある。わかりました。骨と骨の関節みたいな、お肝みたいになってますけど、大丈夫ですか。いい感じですね。実際どうだったの。ちょっとムカついた。やっぱいや、ムカつくってか、もうなんか気まずいんですよ、これだけでしょ。あのね、うん、じゃあ本当気まずい、気まずい、わかる。元カノが結婚して旦那と二人で歩いてる時会っちゃったみたいな、気まずいね。俺そういうの顔にすぐ出ちゃうから、好きとか嫌いとか気まずいんだよ本当。今後を引かないようにだってね。あ、そう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 。でもなんか意外と普通に喋ってたから、やっぱ面白い。そう、盛り上がってたよ、コメントも。実はリスナーさん求めてんじゃない。いや、そうなんですかね。いや、でもたまにやるのがいい。いや、もう求めてる。いや、たまにやるのがいいじゃない。あ、でもね、バチバチやりたいのもあると思う。そうそう、だから変にまたなんかあれよりかは攻撃してるのが楽しいから、うん、っていうのもあるんじゃないかな。あ、求めてないって、ごめんなさい、すみません。そういう人もまあ、そういう人もいます。